あのチョコレートメーカーロイズが新たに開発した限定のピザに。カカオの世界にどっぷりと入り込めますね。ほお。チョコレートにどっぷりと浸れる。工場見学も。ロイズタウン駅だいぶ駅前ロータリーもできてきましたね。そして工場へと続く道、今まさに歩道が建設中です。 JR 札幌駅から電車でおよそ30分今年3月東別町に開業した JR 学園都市線ロイズタウン駅そのすぐそばに今日新たな観光施設がプレオープンしましたその名もロイズカカオチョコレートタウンおおちょっと SF 感がありますね青い光があります 機会もあって、ここ製造ラインなんですね。この施設では、カカオの栽培から、チョコレートができるまでの過程を。さまざまな体験を通して、学ぶことができます。<おー> <laughs> カカオファームってあるから、カカオの農園を、これがイメージしてるんですね。わあ、これはすごい。大きい。 すごい本当にこの森の中林の中に入り込んだ感じですねへえ<ー>あれ私これぐらいだと思ってずっと食べてたんですけどラグビーボールに似てますね形はね。 え全然知らなかった知られざるカカオの世界に興奮気味のヨダーナカカオの豆袋これを滑車の原理を使ってあげてみようというコーナーです一袋だいたい70キロぐらいだそうです私六十二キロさあどうなるえ本当に どうもひ弱です <laughs> 重いものすごく重いまるで自分がチョコレート工場に入ったかのような体験をすることもできます制服に着替えようお、<っ>どうおおすごい動きの通りにアバターが動きますさらに 自分だけのオリジナルチョコレートを作ることもできるんです今回制作風景を撮影することはできませんでしたがヨダアナ自ら作ったのがタイトルは秋の小道丸いナッツアーモンドを道端の小石飛び石に見立ててみました赤い紅葉のようなものも重要だし、まあ、世界に一つだけしかないヨダ、まあの独特な感性が 一つのチョコレートというキャンバスに表現されたかなと思いますね施設には工場直売店も併設されていてチョコレートのほかここでしか買うことのできない焼きたてのパンも大人気です今日からオープンを記念して同産食材にこだわったピザの販売も始まりましたお子様から大人まで観光や と休日のお出かけなどでぜひお気軽にお越しいただきたいと思いますロイズカカオチョコレートタウンのグランドオープンは来年春の予定です場所をおさらいしましょう、はい 札幌の中心部からだと車でおよそ40分です jr を使うと最寄り駅は学園都市線のロイズタウン駅札幌駅から直通列車でおよそ30分ですそこからミュージアムカカオタウンまでは徒歩でおよそ7分無料のシャトルバスもありますのでお子さん連れの方は利用してもいいかもしれませ、ねうんね入場料は高校生以上の大人が1000円です子供4歳から中学生までが300円3歳以下が無料になっていますただ 入場するには事前予約が必要ここだけご注意くださいあらかじめ施設の公式ホームページから日時指定のチケットを購入する必要があります支払いはクレジットカードと D 払いのみですグランドオープン繰り返しになりますが来年春の予定です、えー、今回このイメージになっていますコロンビアの自社農園で採れたカカオを使った限定チョコレートの販売も計画されているそうですので、えー、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか